の中ひどい風吹いていた。これってもう一回の連続合間、トレンド過ぎ去っていなくなったみんな、今日でも注意をするサービスの中、むき出しにした期間が一番や、大事なものほど破壊するだわや、勇敢な振りだったもんなはずじゃなかった、悪い奴がみんな懲らしめたかった。憧れの差が落ちた伝説、夢の決まりとはまでの再現、俺一回慣れた上の回のサイレンズ、二人もこの差の目的も返せん、このキャラたちに枯れた雨風が、さてあれはあなた、このやりはやすかいで自分の花、知らない花が咲いてたらいいな、俺は何がつざとにはもう戻れないのか、俺は